なんか長渕剛が北海道のコンサートで、お願いだからこの土地を外国人に売らないでほしいと熱弁したみたい。素晴らしくない？ではそんな長渕剛をめぐる報道内容を見てみて。歌手の長渕剛65が1日までに自身の YouTube チャンネルを更新。北海道札幌文化芸術劇場で行われた剛長渕コンサートツアー2022リボーンウィズザバンドのリポートを公開し、ファンにこの土地を外国人に売らないでほしいと思いを伝える場面があった。 MC になり長渕が、僕は北海道が大好きです。空が高いし青いし空気が綺麗だし水も豊かだし人間も優しいし僕は大好きですと語ると、観客からは万雷の拍手が送られた。またこの北海道という街はその昔開拓民たちが一生懸命に開拓した街だ。お願いだからこの自然に満ち満ちたこの土地を外国人に売らないでほしいとメッセージを送る場面も。老いていく私たち人間は年に抗ってお金にまみれないで、心を一つにして今こそ僕たちの先人たちが築いてきた共有する心や和合する心を大事にしていって、ここから5年、10年、15年、100年と一緒にやっていこうと呼びかけていた。ちなみに長渕氏の実際の映像がこちら。長坂圭氏、マルコー長坂金物店。長渕剛が北海道ツアーで言った、この土地を外国人に売らないでほしい。この北海道っていう街はその昔開拓人たちが一生懸命開拓した街だ。お願いだからこの自然に満ち満ちたこの土地を外国人に売らないでほしい。長渕氏のおっしゃる通りだよ。日本の大切な土地を外国人に売りさばく売国奴たちのせいで、日本がある意味じわりじわりと侵略されているようなものだからね。外国人への土地売買を野放しにしていてはいけないと思う。ネットでも素晴らしい日の丸掲げてライブするのは長渕剛だけ、ご発言ありがとうございます、ありがとうございます兄貴、さすがブッチ、いいこと言うなぁ。ほんとその通りです、ありがとう。戦争で奪われるわけでもなく国土が外国に、自滅していく祖国、もう手遅れっぽい。手放さざるを得なくなった土地を国が買い取る制度をぜひ実現してほしい。世良正則さんに長渕剛さん、ずっとファンでいてよかったです、ありがとうございます。男の中の男だな、ごぼうとか令和を支持してるキモいアーティストとは格が違うなどと称賛の声多数。北海道にしろ京都にしろ、今や日本の土地がどんどん売られている惨状がある。そんな惨状を見て見ぬふりをしていたら、いつの間にか日本が外国勢力に占領されてしまう。そんなことも起こりうる可能性は大だからね。現に北海道の水源地の多くが外国人に買われているし、京都では多くのホテルや旅館が中国人に買い占められているからね。そのうち日本の全国あちこちにチャイナタウンが誕生してもおかしくない状況なんだよ。そんな惨状を政治家は重く受け止め、法の整備にかかるべきだよ。このまま日本が日本でなくなってしまう惨状を野放しにしていてはいけないと思います。政治家の皆さん、動いてください。